Good morning! Q チャンネル。 おはようございます。オジーです。今日も始まりました Q チャンネル。さあ何を書いてるのか分かりますか？というよりもカメラアングルがいつもよりも遠い。そうなんです、いつも困るんですよ。カメラどこに設置しようか。今日はこのアングルで書いておりますが、多少見にくかったら許してください。本日は SAO からユナ書いてます。もう昨日に続き本日も SAO でございますが、難しい、とにかく難しい。最近の CG アニメーションというのはやはり服装や髪型にものすごい繊細な細かいこだわりが入っているので、それを模写するのが難しい。なので今日もしこたまあたふたしてます。今日は娘がちらほら何を言ってるのかは分かりませんが、めっちゃ遊んでます。その横で黙々と書いております。今朝の時刻は6時10分、気温は29度。こっからどんどん暑くなる。そしてカメラアングル変えてみました。さっきの場所だとやっぱり見にくかったんでね、もう完全にキャラクターが柱の横からひょっこり覗いてるような状態で撮ってますので、これはこれで笑ってください。でも本当に難しい。特に書いた場所、ここの場所がですね、結構小石が埋まってまして、棒で書いてるんですけど、木の棒の線が走ってる時に石にコツンコツンって当たるんですよ。これが当たるとですね、線が歪んだりとか止まったりとか跳ねたりとか、まあ難しい。もう今の前髪のところもちょっと L 字に曲がっちゃうでしょ。本当はここ曲線で描きたいんですけど、なかなかね綺麗に棒が走ってくれないんですよ。ただまあちょっと雨上がって少し時間は経って乾いちゃってますけど、まだ若干の湿り気があるので線ははっきりは写ってますね。ここがまだ今日の良かったところかな。この前髪とこの横のね、このお下げの部分の描くところが、もうこの団子が難しいんですよ。バランスの取り方も難しいですしね、このヘアアクセサリーの描き方がですね、とにかくこう難しい。素材感、まあ金属なんだとは思うんですけど、この素材感なんて砂の上で出そうと思ってもなかなか表現しづらいんで、どうやってこれを出そうかなって試行錯誤しながら描いている。まあぐるぐる回ってるのはそれが理由なんですけど、消したり描いたりしてます。もう一番難しかったですね、ここが。あと、まあ、表情なんですけど、ちょっとこう横目な感じなんで、顔の形と横目な感じがね、こう後で見てもらったら分かるんですけど、立ち位置によってすごく可愛く写ったり、すごくへんてこな顔に写ったりするんですね。これもやっぱりね、こう平面に描いているものならではの見る場所で全然表現が変わってきます。もうやっと絵の後半なんですけど、もう後半完成の作品見てもらうと分かるんですけどね、あー難しかったんだろうなっていうのは伝わってくれたら嬉しいですね。はい、 SAO はこうリクエストで書いてるんですけど、僕自身はあんまり詳しくないです。ただ評判その他もろもろいろいろなものはもう情報として入ってきてるので、今後見てみたいなと思う一つの作品ではあります。はい、できましたね。こんな感じです。本日も見てくださり誠にありがとうございます。近づいてみてわかると思うり、
石ころです。そう、石ころがボコボコな線にしてしまうんです。カクカクなんです、前髪が。悔しいです。でも完成です。見てくれてありがとうございます。リクエストも随時受け付けております。これからも応援よろしくお願いします。チャンネル登録もしてね。ではまた。